悲しみの裏側に何があるの？涙さえも凍りつく白い表現、誰でも心に冬を隠してるというけど、あなた以上冷ややかな人はいない。君の手紙を見終えて切手を見た。スタンプにはロシア語の小さな文字。一人で決めた別れを責める言葉探して不意に来たの空を追う。伝えて待っていると、この線路の向こうには何があるの？雪に迷うトナカイの悲しい瞳。答えを出さない人についてくのに疲れて、行き先さえないやつに飛び乗ったの。僕は照れて愛という言葉が言えず、君は禁止眼差しを読み取れない。疑うことを覚えて人は生きてゆくなら、不意に愛の意味を知る。伝えて旅人よ、いついついつまでも待っていると。